ウイグル全面禁輸って話ですけども、結局中国製のね通信設備とか監視カメラとかそういうね安全保障にマイナスになるような機器、コンピューターもそうですよ。だから中国製のものこれを使っちゃいけない、これを使っちゃいけないってのはこれからたくさん出てくるでしょうね。アメリカはそういうのをしっかりと締め出していくということですよ。だからね、日本はやっぱここは追従しないとダメですよ。もう経団連の言うことなんか聞いたらダメですからね。そんなもん排除してね、日本の企業がそれに取って代わっていかなきゃいけない。なんなら日米共通でも共同でもいいんですよ。だからしっかりとこれ、いやでも中国のもの安いしとか、もう安いだけならいいんですよ。安い怖いってくるんですね。安い悪いならまだいいんですよ。安い怖いってくるんですよ。だから要するにこの中国製の電子機器はそれがすでにねスパイなんだと思わなきゃダメですね。毎回言ってることですよ。もうパソコンにしてもスマホにしても監視カメラにしても中国製の電子機器は日本人を監視するスパイマシンなんだというふうにやっぱ考えないといけないんですよね。だからもう本当に日本の企業もねチャイナフリーというので、本当のチャイナフリーは難しいと思うんですよ。もう日本人が使ってるね、もう様々な製品群はやっぱり中国製多いですよ。なのでやっぱりねこの電子機器、それからウイグルのもの、これはですねしっかりと排除していくというのが正しい先進国の振る舞いだと思いますよ。だって安いからいいじゃんとか、中国のこと信用しようよとか、そういう話じゃなくて、もうジェノサイドチャイナですからね。